桐島さとしが捕まったみたいですね。桐島さとしといえばもう指名手配の人ですよね。小暮と桐島の二強なんですわ。あそこはどこの駅に行ってもどこの警察署に行っても毎回ツートップは小暮と桐島さとしなんですよ。さあ捕まってほしいよ。さあ捕まった方がいいよ。悪いことしたんだからね。桐島は指名手配の桐島なんだよ。桐島は指名手配の桐島なんだよ。あそこから桐島がいなくなることを想像つかない。桐島さとし捕まっててもまだ剥がされてない説。絶対まだ剥がされてないから。桐島は捕まってもなおあそこに居続けるから。この番組はアニメで学べるお金の学校マネデミアの提供でお送りするわん。概要欄にチャンネルがあるっぴ。三能さんもお金の勉強してくださいね。それでは本編をどうぞ。置いとくということある。置いとくということある。お、でもこれあれなんですね、補正かかってるんですね。同居人のレオンです。レオンです。よろしくお願いします。皆さん、錦糸町のサウナ行ったじゃないですか。あ、行ったね。そう、おととい。そうっす、おとといです。おととい、おとといいましたよ。そうですね、捕まった翌日か捕まった翌々日ぐらいだよ、ね、そうです、そうです、そのぐらいに。これわかる。これわかりますよ。なんかあれですよね、もう二大巨頭みたいな。もう二大巨頭みたいな。あ、そうそう、錦糸町は小暮のツートップ。そうですよね、そうですね。え、小暮と錦糸町は何したの？それは分かんない。いや、俺もそれ分かんないです。分かんないよ。分かんないです、分かんないです。じゃあ、1個下なのよ。そう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 。じゃあ世代一緒で、世代からすると知らないんだよ。何をしたか分かんないですね。物心ついたら桐島が指名手配されて。サトシさんですね。サトシさん。さん付けしてええもんなの。容疑者、容疑者ですね。そう、はい、普通に気になってんだからさ。気にならないのみんな。朝起きたら桐島がいるかいないか気になったからやってる。間違いない。あ、いるいる、ほら、いる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 、ほら、やっぱいるいる、いるいる、ほらほらほら、あ、いたいた、右下いる、いる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 、やっぱいるって。桐島さとしいなくなんないって絶対。いや、まあそうっすよね、さすがにね。絶対今日は毎回こんなシーンやね。しかも一人だけ白黒に。あ、ほらほら、ちゃんといる、ほらほらほら、めっちゃ、え、めちゃでかくいるやん。何をしたの？でかめにいるね。デカめにいるよね。東アジア反日武装戦極左暴力集団。あ、そうなんだ、知らんかった。こいつも有名だよ、結構いる。こいつ、こいつ、こいつも結構有名。銀将有名。あ、小倉も殺人なんだね。おととい。そうっす、おとといです。おととい、おとといいましたよ。あれ、そして、あの指名手配のやつあるじゃないですか、看板みたいな、うん、あれないんですか？ここないですね。桐島が捕まった感じは。いや、まだそういうの確認できてないんで、まだ、もし犯人って判明したら、このなんか写真のところにこの札貼って、はいはい、で、近況ありがとうございましたって。なるほど、なるほど。逆にこのまま見つからないまま50年とかだったら、130歳とかなるじゃないですか。そうそうそう、日本最長年齢、うん、世界記録になっちゃうね。世界記録になっちゃうね。そう、桐島世界記録になっちゃうの。そうそうそう、桐島。はい、います。ちゃんといますね。ちゃんといます。ちゃんといます。まだあの本人かどうか確定してないけど、まだ DNA の鑑定とかも進める段階みたいなんで。人なんで。あ、いや、わかんない。もう僕らもわかんない。日本中がわかんない。よく見るけどな、こういう顔の人。うん、なんか普通に不動産屋で働いてる。不動産屋いるよね。います、います。あ、なんか出来たてのキャバクラとかに。いる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 。出来たてのキャバクラみたいな。めっちゃ